お話ですか。あなたの人生を聞きたいなと思ったんですよ。よくわかんないですけど、いいですよ。所沢のタイソンって言います。俺は喧嘩3000戦無敗だし、あの木村兄弟の弟にパイルドライバー決めて、バキって首の骨折って瞬殺したことあるし。所沢のタイソンってのは、街中で先輩と一緒に飲んでいた時に、イラン人の売人が薬を買わないかってしつこく絡んできたの。だから殴り飛ばしたの。そしたら 4,5 メートル飛んでって、先輩からお前マイク・タイソンみたいだなって言われたのがきっかけですね。すごく強いんですね。この所沢のタイソンこと、久保博海ってとんでもないアウトローだな。あ、YouTube のインタビュー見てるんですか？そうなんだよ。最終学歴は小卒。気に入らない奴は片っ端からぶっ飛ばし、そっから喧嘩に明け暮れて、ほぼワンパンで倒してたって。他にも暴力団事務所に乗り込んでいったり、13回も逮捕されたり、漫画みたいな武勇伝ばっかりなんだよ。久保さんのエピソードはどれもパンチが効いてますよね。こんな人本当にいるんだな。そうですよね。本当にいたらすごいですよね。なんだその言い方。久保さんは所沢のタイソンと言われてはいますが、他にもフカソンとかフカッシーって言われているんですよ。フカシって、まさかこの武勇伝嘘なのか？それはわかりません。でもかなり怪しい話だというのも事実です。そんな、こんな堂々と偉そうに武勇伝語ってるやつがフカシだって？こんなに自慢げに語ってるのに？じゃあ、今回は久保博海さんのフカシと言われている内容を解説していきましょう。久保さんの武勇伝で一番有名なのは、木村兄弟の弟、木村幸次郎さんの首をぶっ飛ばしたという話ではないでしょうか。先輩のグループが木村幸次郎を狙ってたんだよ。そんで横浜の館内のクラブで揉めたのよ。そこにたまたま俺がいたってわけ。ちょっと先輩、いつになったら始めるんですか？うるせえな、今言い合ってるんだよ。じゃあ俺がやりましょうか。あ、おりゃすげえ。あの木村兄弟の弟をパイルドライバー一撃で首の骨を折って倒しやがった。しかもこいつこの前、他の喧嘩で足を80針縫ったばっかりなのにすげえ。まあこの一件で、所沢のタイソンの名前が全国区に広まったってわけ。と久保さんは話しています。この話よく考えると、首の骨を折ったのに木村幸次郎は大丈夫だったのか？命を落とすレベルじゃ。そこなんですよね。それが怪しいと言われていたんです。そしたら2021年8月16日に瓜田純史さんの側近であったワンターレンさんが留置所にまで行き、木村幸次郎さんが直接話を聞いたんですよ。なんて言ってたんだ？所沢のタイソンの話、あれ本人に聞いたら完全に創作らしいよ。本人も所沢のなんたらは完全にふかしだからさって言ってたし。嘘だったのかよ。一応久保さんも反論をしており、まあ本人が否定してるの。まあ否定したいんじゃないの。それかそこには大人数いたから俺って認識してなかっただけかも。俺別に名乗ってなかったからさ。いやー、所沢のタイソンちょっと苦しくないか。普通首折られた相手なんか覚えてるだろう。そうですよね。この話は本当かどうかかなり怪しいですね。真実は木村さんが出所してからわかるんじゃないでしょうか。俺はこの話嘘だと思うな。では他のエピソードも見ていきましょう。関東連合から狙われていたとか。いや、俺が狙われていたんじゃなくて、瓜田純史が関東連合から狙われてたの。でもあいつバックレてて連絡つかないの。だから当時一番仲の良かった俺が呼び出されたんだ。家の近くのファミレスに関東連合の奴らがいっぱいいて、瓜田純史呼べよって。おい！瓜田純史呼び出せや！わかりました。目の前で電話します。はい。今あなたの起こしたトラブルで関東連合の前に呼ばれてるんだけど、来てくれない？ええ、なんとか逃げてよ。何ぶるってんだよ！目の前に関東連合いるって！なあ、切れた。ったく、瓜田の野郎はどうしようもねえな。それに比べてお前はこんな大人数にひるまず立ち向かってきてすごいな。いやいや別に、
お前すごいよ、男気あるよ。てな感じで関東連合と仲良くなっただけだよ。すごいですね。この話もすげえけど、まさか。さらに別の話では、見立て新一さんに気に入られてご飯をおごってもらったとも言っています。見立て新一に？本当だったらすごいけど。これは関東連合のトップになった西山雄貴さんが瓜田純史さんの YouTube でコメントしています。そもそも大尊なんて関東連合との誰とも面識なんかねえよ。そうですよね、見立て新一に飯をおごってもらったとか 10% 嘘ですよ。そもそも嘘なんじゃねえの。とそもそも久保さんとは面識がないと否定しています。マジか、元関東連合のトップがそう言うんならそうなんだろうな。ちなみにこのことについて久保さんは、誤解でしたで西山さんに謝罪しています。どの部分をどう勘違いしてたんだ。久保さんの疑惑はまだまだあります。うへー、まだあるのか。俺が17の時、俺の友達が暴走族チーム毘沙門天の男にしばかれたんだよ。頭に来て上福岡駅前にたむろしている毘沙門天を見つけたの。おい、あいつらか。うん。誰にやられた。あいつ。よし、お前か、よくも俺の友人を。てな感じで車で突っ込んでいって、何発かお見舞いして警察が来る前に逃げたんだよ。その時引いたやつがラッパーのガヨ系ってやつなんだ。友達のために暴走族に単身乗り込んでいく、かっこいいじゃねえか。本当の話だったらかっこいいですが。久保博文ってやつの話をよく聞くんだけど、誰なんだ。俺知らねえんだけど、そもそもそんな記憶ねえし。と否定しています。おいおい、これも嘘なのかよ。ちなみにこれに関して久保さんは、誤解でしたとガヤ圭さんと親しげに写真を撮っていました。だからどこをどう誤解してたんだよ。まだまだありますよ。まだあるのか。元ディープチャンピオン白井優也とクラブで喧嘩になって勝ったことがあるんだよ。六本木のクラブでセキュリティをしていた白井が仲間と酒を飲んでて、白井は酒癖が悪いんだよ。だから絡まれてさ。おい、お前所沢のタイソンじゃねえか。ちょっとやろうよ。もうめんどいな。結構手こずったけど、なんとか最後は締め落として失神させたよ。もう嘘にしか聞こえないぜ。総合格闘家のチャンピオンに素人が勝てるのか。これもいろんな人が否定しており、同じ格闘家の長谷川健さんは、所沢のタイソンとかいう人がディープのチャンピオンに喧嘩で勝ったという話をしてるけど嘘だよね。白井さんも迷惑してますし、当たり前だけど他のチャンピオンの誰でもないし、そもそも街で喧嘩しません、迷惑ですと否定しています。まあそうだろうな、格闘家相手にそういうこと言うと相手に迷惑だしな。白井さんはお酒が飲めないらしいので別人なのではないかと言われています。だとしてもチャンピオンは嘘だろうな。最後は喧嘩3前線無敗についてですね。これもどうせ嘘だろう。はい、これは青汁王子こと三崎優太さんが煽りまくりながら否定していますね。なんか所沢のタイソンとかいう謎の男が自称喧嘩3前線無敗って言ってるんですけど、もう雷神行けよ。計算すると2日に1回喧嘩しても10年以上かかるんですよ。それだけ続けて勝ってたら格闘技からオファー来るでしょ普通。めちゃくちゃ煽ってるな。ちなみに久保さんはこれに対し、いや、喧嘩3前線無敗ってのはキャッチコピーだよ。全米が泣いた的な。青汁王子みたいな小物が俺に噛みついてくるな。会社に乗り込んでやるからな、とアンサー動画を出しています。キャッチコピーって自分から周りのやつに言わせてるじゃん。しかしそれをものともせず美咲さんは、今度ブレイキングダウンで戦いましょうよ。相当強いから一撃で倒されちゃうかもしれないけど全然戦いますよ、とより煽り返しています。青汁王子すげえな。しかし
久保さんはスパーリングなどはしないと公言しており、ブレイキングダウンに出ることはなさそうですね。まあそうだよな。ただ飯田正成さんとは個人的に特別にスパーリングをしてくれるそうですよ。なんで上からなんだよ。他にもいろいろ久保さんの伝説はありますが、そのほとんどが嘘と言われていますね。本当に深さんだったのか。ちょっと見栄を張ってしまうそうなんでしょうね。その見栄で関東連合とかを引き合いに出してたら、いつか痛い目見そうだな、深さん。